それでは移動物学の総論の続きになります。えー、っと次はの生活史についてですね。でまあ、生活史をあの勉強するときに出てくる言葉、宿主という言葉ですね。まあ、これは、まあ、寄生虫が寄生するための宿主のことですね。でえー、この宿主にはあ主に3種類宿主があ,のありますね。で 一つ、えー、収縮種、これ固有宿種とも言いますが、これはまあどういう意味かっていうと、寄生虫の成虫が寄生する宿種のことを収縮種、または固有宿種と言います。で、えー、これはあの、えーとまあ、その収縮種の中で、この有性生殖が行われる場合ですね、まあ、そういう宿種のことを、えーまあ、収縮種と言います。 で、えーとまあ、例えばですね、えっ、ー、と、まあ、海中でもいいんですが、あのまあ、海中と、まあ、私たち人の場合は、えーまあ、海中によって人がまあ収縮種になりますと。で、えー、とまあ、人の体内で海中は成虫があの寄生します。で、えーと まあ有性生殖が行われるということは、まあ、オスとまあメスがいて、まあ、そこでえまあ卵が私たちの体の中で作られると。で私たちはその卵を弁として排泄をすると。でえー、まあ排泄された弁は、弁の中に卵が含まれていて、その卵がまあ外界であの成長してまあ幼虫となるんですが、まあ、それを私たちが経口摂取することで感染がまた成立すると。 まあそういったあのサイクルになるんですが、あーまあ、この収縮種といえば、この成虫が寄生すると、あとまあ有性生殖すると、が行われる宿主のことですと。で、えーまあ、次、あの中間宿主ですね。これはあの、あの成虫じゃなくて、幼虫が寄生する宿主のことを中間宿主と言います。でまたは、無性生殖が行われる宿主のことですね。 で、この中間宿集というのは一つだけじゃなくて複数ある場合もありますね。二つ以上ある場合は最初を中間宿集と言います。ま、れにあの三つ中間宿集必要な場合もあったりがするんですが、まあ、その場合は、あの、第一中間宿集第二中間宿集とか、まあ、第三中間宿集とか、あいうふうに言います。で、あと、まあ、待機宿集ですね。 これはあの中間宿主と収縮主の間に、まあ、介在する宿主のことになりますね。で、待機宿主の体内の中では寄生虫自体の発育っていうのはほとんど、まあ、見られません。はい、で、まあ、この3つの用語は今後あの勉強するときによく出てきますので、まあ、覚えておいてください。 で次は宿主特異性についてですね。えー、まあ、宿主、まあ、こういう3つ、3種類もあるわけですが、えー、宿主っていうのは、あの、まあ、非固有宿主に感染しても、まあ、通常はあの成熟できませんと。まあ、でまあ、やがて死滅すると。でまあ、例えば、えー、とまあ、人の懐中と犬の懐中っていうのはあるんですが、えっ、ー、とまあ、私たちに、あの 犬の懐中の幼虫ですね、それを摂取して、卵ですね、それを摂取しても感染自体は成立はしないんですよね。その幼虫の状態で、人の体内には残って、やがて死んでいくんですが、人の体の中では犬の懐中の成虫は通常できないです。 でえーまあ、次、臓器特異性ですね。えーまあ、寄生虫の種類によってもちろん、あのー、好きなあの臓器というのがあるんですよで。体内の特定の臓器や血液を好んで、まあ、寄生しますと。あとまあ異小性、異書寄生ですね。これは本来の寄生部位ではない場所で、まあ、発育、寄生するという場合、異書寄生と言いますね。で例としては、肺給虫。 ですがまあ、これがあの脳に行ってまあ、発育することもありますと。でこの異所寄生とちょっと似てるんですが、あの名乳というやつですね。これは本来の寄生部位で発育がもうすでに進んで、進んだ後、成熟した後、まあ、他のところに移動すると。まあ、そういうのを名乳と言いますね。で例としては、の海中の成虫、これは腸管で成虫になるんですが、成虫になった後、単管。 ですねまあ、そこにあの入っていくということをあのメイニューと言います。単管の中では、海中はもう発育はしないですね。あと、転移ですね。これはまあがんにも出てくる言葉ですが、まあ、増殖した一部が血流やリンパ流に乗って、ほ、まあ、他の臓器に運ばれる、寄生虫が運ばれると。 でまあ、例としては、まあ、セキリアメーバーですね。これも通常はあの大腸に存在していて、えー、まあ大腸をあの消化酵素によって溶かしていくんですよね。でそれでまあ大腸から出血をするんですが、まあ、その出血した赤血球を餌にしているあの原虫になります。でえー、まあ出血するとどうし、どうしてもやっぱり組織が壊れて結 血管が出てきますので、まあ、その血管の中にこの大腸アメンバーが侵入して、まあ、大腸から門脈を得て肝臓とか肺とか脳に転移して、まあ、そこで農瘍を、まあ、あの起こすと、はい、で次はあの幼虫移行症という言葉ですね でこの幼虫移行症はよくあの国家試験に問われますので、えー、まあその種類をよく覚えておいてください。でこれはあの人を固有宿主としない寄生虫が必要十分な環境を求めて、あの成虫にならないで幼虫のまんまあの移動するということに、あのまあそういった病気になります。でえー、まあ例としては、アニサキス。 えーまあ、犬海中、猫海中、学校中、犬市場中、関東縦結船中、あすみません、これ、宮中じゃなくて戦中ですね。関東充血船中、戦尾戦中、マンソン湖中などがありますと。で、これらの寄生虫っていうのは、えー、と全部人を収縮しとしないですよね。まあ、別の,あの、まあ、宿主がいるんですよね。で、えー まあ人,人が、人の中にまあこういったあの寄生虫が入ると、まあ幼虫まあ、卵とか幼虫のままあの私たちが摂取すると、私たちの体の中では幼虫のままあの存在して、成虫にはならないと。でえーとまあ、皮膚発酵症ですね。まあ、この幼虫移行症の中でも、 まあ、あの皮下のかなり浅い部分をまあ移動してできる皮膚,上皮膚炎のことを皮膚破溝症というんですが、まあ、これはあの学校中があのまあ代表的なものですねで。これに関係した国家試験の問題がたくさんあの出題されます。すべて幼虫移行症を起こす寄生虫を問うと、そういうあの問題になります。 で47回目、幼虫移行症を起こすのはどれかと、えー、答えは2番の,この犬海中になりますねで。あと他は全部人が収縮種になりますね。はい、で次、49回目、幼虫移行症を起こすのはどれか、答えは1番の ABC ですね、えー。有極学校中、えー、犬海中で、関東充血泉中になりますね。 で次、えーとまあ、57回目、要注意交渉はどれか2つ選べ、答え1と4になりますね。で次、あの59回目、要注意交渉を起こすのはどれか、答えは5番ですね、関東重決戦中。最後、62回目、要注意交渉を起こすのはどれか2つ選べ、えー、これは2と4になりますね。前備戦中と有局学校中。 でえーまあ、次、感染経路についてですね、えーとまあ、どうやって私たちに感染するのか、まあ、その代表的な感染経路について、えーまあ、これから説明をします。まず、えーまあ、代表的な有名なものが、経口感染になりますね。これは、飲食物とともにあの、まあ、卵なり幼虫なりを摂取するということで、私たちに感染すると。 で例としては、あのセギリアメーバーとかランブル弁毛虫、海中、環球中、向上虫、ほ他にもあのいっぱいあります。で、えーまあ、次、経皮感染。ね、これはあの皮膚や粘膜を通じて、まあ、卵じゃないんですけど、まあ、幼虫があの侵入してくるということがあります。 で例としては、まあ、アメリカ甲虫、噴泉虫、日本充血宮中などがあります。まあ、これらのまあ幼虫が皮下を通じて、私たちの皮膚から侵入、幼虫が侵入していきますね。はい、であと、経皮感染のもう一つは、この昆虫ですね、媒介昆虫がいる場合ですね。まあ、吸血昆虫が、 蚊とかですね。まあ、それがあの私たちの皮膚を戦死するときに、まあ、そのときに蚊の中にいる寄生虫が私たちの体内に入ってくると。でまあ、代表的なのがマラリアとかトリパノソーマ、リーシュマニアなどになります。はいまあ、主にこの2つのどっちかがあ、まあ、メインになりますが、まあ、その他、の K 胎盤感染という これは、原虫のうちのトキソプラズマですね。あと、性感染症ですね。これも原虫が多いんですが、チツ、トリコモナスとかセキリアメーバ、こういった原虫、あと、ケジラミとかいう衛生動物ですね。これもこういうのもありますと。あと、自家感染ですね。 えー、これはあの幼虫とか中卵が体の中にあの、えーとまあ、できてですね、えーまあ、それを、まあ糞便とかで、海、ま、中、あの場合は排泄するんですが、あのまあ、体の中に、えーまあ、この幼虫とか、えー、中卵、これを体の,外あすみません体の外に排泄しないで、えー、私たちの体の中であの成長して、あのえーとまあ、成虫になると。 ということで、えーとまあ、同一宿主体内で発育して成虫となると。で例としては、粉泉虫とか小型蒸虫になりますね。で、えーまあ、これに関係した国家試験の、まあ、問題ですね。51回目、幼虫が経費感染するのはどれかと。これは3番の粉泉虫になりますね。 で次、65回目、えー。経費感染するのは、これはの3つ選べて、本当は2つだったんですけど、不適切問題になって、まあ、3つにし答えを3つにしました。で答えは、えー、234、市場中、えーまあ、これはあの、まあ、蚊が媒介すると。で、粉染中、あと重血球中、まあ、この3と4は、あの幼虫が経費感染します。答えは234になります。 あとは、えーまあ、病害作用についてですね。まあ、寄生虫が感染することで私たちにどういうあの病害を与えるかと。まず、機械的障害。えーとまあ、これは寄生虫があのその臓器とかに侵入したり、こうしたりすることによって、えーまあ、その臓器の組織、細胞がま破壊されるということによるまあ障害ですね。あとは、拘束、圧迫。 これはあの寄生虫の中体とか中蘭があ、まあ、腸管、胆管、血管、リンパ管、まあ、そこにたくさんこのいると、ですね、その流れを当然遮断してしまうので、まあ、それによるあの閉塞が起こると。あと、えーとまあ、中体が発達して、まあ、主流とか中脳を形成すると、 まあそのまあ、大きさがどんどん大きくなると周囲の組織とかをまあ圧迫して、まあ、神経を圧迫したりする場合もありますねあとまあ化学物質による害ですねこれは中体あのまあ中卵もあるんですが、まあ、中体とか中卵が出す毒素とか、えー、まあ酵素あと死んだ中体あとまあそのまあ中体からの排泄物物中体から分泌されるような体外酵素 などによって、まあ、組織などがまあ障害を受けると。あとはまあ抗原細胞ですね。中体の出す化学物質が抗原となって、まあ、免疫反応、特に過剰な免疫反応が起こったりしますと。はい、で、えー、まあ総論の最後ですが、宿主のまあ防御反応ですね。善虫類、線虫、球虫、常虫の場合は、まあ、これらは多細胞生物になりますね。 で私たちの体内では、その生態防御として、えー、IgE 抗体とあと抗酸球があの増加してきます。まあ、これが寄生虫感染の、まあ、特徴になりますね。で、えーまあ、私たちの,あの、まあ、血液の検体とかを取って、IgE とかあの抗酸球が増加しているということになると、まあ、アレルギーとか、あと寄生虫の感染というのが疑われます。 でえーまあ、これはあのチュ類の場合、あの増こういう IgE 抗酸球が増加するんですが、原、ま、虫、あの場合は単細胞生物です。で、えー、実はこれ、IgE とか抗酸球は増加しないんですよね。だから、あの寄生虫の感染の場合、必ずこの IgE と抗酸球が増加するというわけではないんですね。でこれが増加するというのは、これはゼ虫類の感染になります。原虫の場合は増加しません。 はい、で、国家試験の問題になりますね。えー、と48回目、ですね。末梢血の好酸球の増多が見られるのは、これは何かというと、まあ、前虫類をまあ選べばいいと、まあ、つまり先虫、球虫、常虫を選んでくださいということで、答えは4番目ですね、C と D、潜、えー、毛虫と甲虫が全虫類になります。でその他のこのテキリアメーバー、リーシュマニア、ニューモシスティスカリニー、これはあの原虫になりますので。 答えは4番。で次、あの国家試験四49回目。血中 IgE が増加する。これはあのげ、えー、全中類を、まあ、選んでくださいと。と。答えは、えー、と1番の A と,、えー、と B、専門虫、C、日本重血球虫になります。えーまあ、D、このマラリアと皮膚、リーシュマニアは、これは原虫になります。 それでは次は、寄生虫の検査法について解説をしたいと思います。